どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このパーティーを使っていきますね。ブリトラ、カーリー、ザオーゴンゲンです。ブリトラのユニークスキル、狂乱の宴、そして、スキル暴れまくり、これを最大限に活かすパーティーとなっております。狂乱の宴で、ヒット数が、プラス2になるんですよね。でも絶対2じゃなくってランダムなんですけども、ランブを使うことによって必ず上限まで発動するようになります。なので、暴れまくりが7回必ずヒットするようになる。これかなり火力があるらしいんですよね。でも、命中が低いっていうところがちょっと気になるところ。まあ、狂乱の宴で命中率が一応上昇してるので、どうかなっていうところだと思います。はい。で、それプラス、カーリーは物理のノウハウで、30% 攻撃力が上がってますし、ザオーゴンゲンも、ヒット数が多いほどダメージが上がります。3人暴れまくりで、攻撃しまくってみましょう。まあ、ただこれどれぐらいの火力かが、わかりにくいので、まあ、今のところ、超火力が出るっていう、自在を使ったアルテミスとザオーゴンゲン。このパーティーで、まずどれぐらい、現在ね、出せるかっていうのを見てみましょう。で、その後にブリトラたちでやってみますね。創世のノーマルでいってみますね。ハードだったら、避けられそうな気がしてですね。とりあえずノーマルでダメージだけをまず測ってみようかなっていうところです。はい。では、荒はばきの自在、やっていきます。それでは準備完了です。ダメージ測っていきますね。正確なダメージじゃなくって、まあ、大体のダメージでいきますね。これ15発見るのなかなか難しいので、まあ、大体っていうところでやっていきましょう。最初は600ぐらいだよね。ああ、これぐらい。銀河劣星剣4発目。はいはいはい。で、この攻撃方法ですけども、アルテミスで4回攻撃した後に、残り3回をザオーゴンゲンで刹那にした方が、ダメージが上がりますね。こっちの方が断然上です。前はね、6回アルテミスで攻撃して、最後の1回だけザオーゴンゲンにしたんだけども、最後の3回ぐらいをザオーゴンゲンにした方が良さそう。3回か2回。まあ、3回で間違いはないと思います。どれぐらいいく？はい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 。なんかここで倒しそうな気がするんだけども、わあ、ギリ残った。それではラスト刹那ですね。ラスト刹那、今のところまあ大体8万7000ダメージ与えてます。最後は、はい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 。はい、それではですね、今の光竜、アルテミス、ザオーゴンゲンのパーティーでのダメージが、まあ大体ですけども、11万1000です。11万1000。これを超えることができるんでしょうかね。まあブリトラ、カーリー、ザオーゴンゲンですね。スキルなどをちょっと変えてます。ブリトラも、ステータス全部999まで上げましたね。で、暴れまくり、プレロマ2つ、殺し2つに目を2つ。で、耐性1つですね。で、カーリーとザオゴンゲンも同じく、殺しと目を2つ入れてます。まあ、そうなると、ちょっと耐性がね、弱点が出たりとか、難ありになってきてはしまうんだけども、まあ、やられる前にやるみたいなパーティーと考えればいいんでしょうかね。いや。うん。まあ、やっぱり、一番気になるところは、命中率。うん。ハードだったら結構外すんですけどね。ノーマルだったら外さないのかな？どうでしょう。あ、
命中率とあれだ、クリティカル率。うん。この7発中1発でもクリティカルが出ないと、アイコン1つ消費しちゃうんでね。クリティカルもどうだろうね。殺し2つ入れてるから、7回中1回ぐらいだったら出るかな。でもまあ、運頼みになっちゃうか。はい、では。南部。今、外さないでよ。おー、クリティカル出た。出た出た出た。おう、いや、いいダメージじゃない。カーリー暴れまくり。カーリーが多分一番火力が出るかな。で、最終的にはザオーゴンゲンの方が上。いや、カーリーが上だわ。あー、クリティカル出ない。いや、まだまだまだ大丈夫。あ、よし、オッケー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 。いや、これ結構運が絡むな。で、主人公は最強技のこれね。まだ半分いってない。あ、大丈夫大丈夫。あー、オッケー、ギリギリ1回出た。いやー、出ないな。いやー、出て。あと2回攻撃できる可能性がある。で、 HP は2割か。あ、オッケー、どうだ。おー、ギリギリ。はい、ということで戻ってきました。今日はね、コメントありがとうございます。ブリトラ、カーリー、ザオーゴンゲン、これで、狂乱の宴プラス乱舞の暴れまくりやってみましたけども、ちょっと運が絡む。うん、これね、レベル999じゃなくって、普通のストーリーの創生とかだったらば全然いいと思うんですよ。おそらくクリティカルは全然出る。うん、でも999のノーマル以上になると、ちょっとクリティカルが出ない時がありますね。なので運が絡みます。うん、で、ノーマルだから外さなかったっていうのもあるんですけども、おそらくハードになると外すこともある。なので、ちょっとパーティー考えないといけないかな。で、今ちょっと見てみたんですけども、グラシャラ・ボラスを入れても良さそうだけども、あいつはあいつで、こっちの命中回避が2段階上がってないと、ダメなんでしょ確か。なので、最初にバフを入れなきゃいけないっていうのはちょっと違ってくるかなと思いますので、なんかもうちょっといいパーティーはないのでしょうか。まあ、使えなくはないですよ。全然いい感じではありました。自在のように、下準備が全然いらずに、すぐに打っていけるので、すごくお手軽な感じではあるんですけども、ちょっと999のノーマル以上では安定しづらいなっていうふうには思いました。はい。なんかちょっと対策があれば教えてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。